リンゴルフをご視聴の皆さん、こんにちは、はるです。これからはるちゃんには、まあ、ここはあの千葉県にございます佐原カントリークラブのアウトコースを9ホール回っていただきます。まあ、ミッションゲームといいまして、15マス60ポイント達成しますと天岐阜をプレゼントさせていただきますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速いきましょう。行きます。222って書いてあります。あ、池あるよ、右池、左狙いで。そうね、右狙いづらい風にはなってます、ね、池とバンカーですもんね、うんうん、越えたとしてもバンカー、うん、左から攻めます。はい、おお、際どいかな。おお、やばいかな。結構晴れて前に行ったな。ちょっと多分あると思う。でも結構飛んだと思う。思ったより右行っちゃいましたね、自分の思ってるよりも。37ヤードです。56番で打ちたいと思います。またグリーンがわからない。うん、全く見えない。眩しい。おお、ちょっと。でも若干遠いかな。うん、まあ、まずまずみたいな。まずまずですね。登ってましたね、グリーンが。178です。はい、フックに見えるけど。どっちかな。さっきからパーです。パーです。でもバーディーパットだったのか、さっき。そう。また入らなかったです。あ、でもパーオンだからね。あ、パーオン、パーオン、そう、やったー。じゃあゲームはね、チェックつくから。やったー、嬉しい。バーディー取りたかったな。あと2ホールありますもんね。あと2ホール。あれ、ショートも残ってる、もしかして。1回しかやってないですね。パー1回しかやってないよね。うん、でもショート苦手なんですよ。距離によるよね、多分。いつも乗らない。あ、でもお友達もずっと乗らない子がいて、けど最近ホールインワン出してたんで。おね、いつかホールインワン出したいですね。あ、まあね、やってたら出したいよね。僕も出したことないから、ね、1回はやりたい。いや、でもなかなか、でもすごいやってる子とかいますよね、ホール今。ホール今何回も。ああ、はい、じゃあちょっと待つ時間ができたんで、インスタのストーリーで集めた質問募集にちょっと答えてってもらおうかなと思います。はい、答えます。まず月どのくらいラウンドしてますかってあって、うんうん、ゴルフ最近が多いんですけど、今月は13回で、7月から9月までは7、8回ぐらい付いてました。でもその前とかはもう週1行けばいいかなぐらいの感じだったんで、もう最近が多いって感じです。そのラウンドは誰と行くんですか。最近はコンペが誘われるんだ、コンペ。そうですね、でお仕事でコンペだったりとか、うん、来てくださいってやつね、うん、あとはお友達と女の子4人でとか、もう全然いたりするんで、うんうんうん、私が運転して、うんうんうん、あ、じゃあ結構コンペの、まあ、ゲストなのかな。でも自分で全然参加したりとかも、ああ、面白そうだなっていうコンペは、ね、はい、なんか言えるあれでこのコンペに出るんですみたいなのってあります。 JJ っていう服のブランドのウェアのね、ウェアのと、うんうん、あとはそこの社長さんがやってる藤原カップっていうのがあって、うんうんうん、それと、うんうんうん、ハロウィンの日は私がアンバサダーしてる六本木カントリークラブっていうところがあって、シミュレーション、あ、そうですね、うんうんうん、そこのコンペをやるらしく。そこにも参加してきます。あとは来月だとお友達が主催でやってるなんかゴルフ女子とラウンドしようっていうコンペがあって、うん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 、そこに参加して女の子一人と
男性3人とかで一緒に回ったりとかするのも参加したりしてます。気になる方はぜひ。そうですね、結構インスタで結構募集してたりとかね、するから、もしかしたらね、あの、はるちゃんといるかもしれないです。いたみたいなのあるかもしれないですね。あ、そうなんですね。はい、あとは、おすすめのゴルフウェアのブランドはということで、あ、なるほど。ゲームに、今日のウェア紹介っていうのがあるんで、一通りしてから、あの、質問おすすめの、答えてもらおうかな。今日のウェアを紹介します。はい、とまずバイザーが、はい、さっきお話しした JZEN っていうブランドの、この前初めてコンペに参加した時になんと1位に、すごいなりまして、それで全身コーデをいただいたんですよ。そのまま着てたもの、その時にもらったバイザーになります。で、この上下のとこのグローブは、キスオンザグリーンっていう結構全身でも1万ちょいとかで買える可愛くて安いブランド。あ、そうなんだ。なんか結構あれだね、今コスパがいいね。ゴルフウェア高いじゃないですか。上がってる、すごい上がってる。普通に上だけで3万とか、下だけで3万とかもするんで、安くて可愛いので結構いろいろ買っちゃいます。あ、なるほど。なんか結構この辺のウェアってさ、後ろとかもさ、そうですね、この赤いリボンはあれか、また別か。あ、これは自分の自分のでバイザーにくっついてるわけじゃない。あとは靴は、はい、靴フットジョイです。はい、しっかりね、足はもうしっかりした、はい、タイプですね。こんな感じで今日は白トリコロールカラーで揃えてみました。はい、ありがとうございます。おすすめのウェアは、まあ、これの JJ も可愛いんですけど、あとはエースアンドレアっていう日本人の方がやってるブランドも上1万とかで買えたりするので、ちょっと海外ブランドとかよりはお安めで可愛いかなっていう感じですね。男子もそれ出てる？あ、男子は JJ の方はあると思います。ちなみになんか男子のウェアのブランドで、これなんか私いいなみたいなとかって、男性ウノピュー、はい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 のランウェイに招待していただいて、ショー SS の見てきたんですけど、来年の、結構派手めなカラーとシックな、なんか宇野家さんらしいのもどっちもあったんで、可愛いなってなるほど思いました。ちょっとお値段は高いそう、ね、けど、まあでもね、確かにあれ持ってるとやっぱね、かっこいいなって思う。かっこいいですよね、やっぱブランド力があるあれは。あとはポップアップやってる時にお邪魔させていただいたユッタさん、TTA って書いて、ちょっと系統がうのぴゅさんとは違う感じでかっこいいかなって思います。わかりました、ありがとうございます。パー3、8番のパー3で距離計で測ったところ 100.5 ヤードでした。ピッチングで打ちたいと思います。はい、左のバンカー注意したいですね。乗れ乗れ、お、乗った乗った空っぽいけど、ちょっと行ってみないと分かんない。またなんかちょっと足りない気も。あー、これは、あー乗ってない。あー、惜しい。今日は乗りませんね。取られてます、やだ。いや、恥ずかしい。もうね、これはあれです、はい、あのはーちゃん昨日ディズニー行っててあの歩き疲れちゃったみたいな。よし、18歩ありました。よろけてますもん。お、結構あれだね、攻めたね。今度は強い。結構攻めたね。遠い。入るかな。また。ボギーです。はい、しょぼん。あとちょっとが多いですね、今日は。スリマ、ノーマル？ノーマルで。あ、
あれですか、ノー、アプリ使わないの？ノーマルで、あとレミニっていう画質綺麗にするアプリを最後にかけて投稿してます。あ、初めてのパターンだ。たまにそのあんま化粧とかしてない時は元々の加工アプリ使って撮っちゃったりもするんですけど、なるべくやっぱり普通のカメラの方が綺麗なんで。確かにこの三脚すごいいいんですよ。結構伸ばせて。本当だ。しかもここも変えれて、で使ってない子多いけど、私はこのシャッターのリモコンを使って、はいはいはい、撮ってます。これアマゾンとかで買ったんですか？あ、これアマゾンで3000円しないぐらいだったと思います。おすすめです。あとなんかね、一人でなんかみんなと違う方行って後ろから撮ってほしい時とか、後ろにこれ立てて撮ったりとか、スイング撮ったりしてます。ありがとうございます。はい。ミッションゲームは9番ホール最後で、今 12? 今 12 ね。頑張ろう。ワンパットか3パットだよ、まずは。ワンパットか3パット、ワンパットがいいですけどね、できたら。バーディー、ワンパット、50キリそしたらクリア。クリア。おー、9番ホールのパー5、422ヤード。はい。これすごいです。はい、これはずっと池ですね。でも噴水もありますね、綺麗。池が怖いんで右、右目で。まっすぐでした。うん、よかったよかった。これはほら、結構さ、ドロー系だからさ、ま、うん、っすぐ出てもさ、ちょっとドキッドキッとするよね。どこまで曲がるみたいなさ。戻ってっちゃったら、ここだと左行ったらもう、そう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 、アウトですもん。よし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 、よし行きましょう行きましょう。レッツゴー。振ってみて、つま先上がりだからウッドが振りづらいかもしれない。ちょっと画面からは見づらいんですけど、もう横池でグリーン周りもバンカーは結構あるから。とかグリーンどこですか？ね、このままあの木と木の間、真ん中に青い旗が。青か。4番ユーティリティにします。はい。ちょっと3番とウッドとかだとちょっと怖いね。うん、これは大丈夫。運べました。はい。最後乗せたいですね。うん、したい。ちょっと池も怖い、プレッシャーが。うん、96です。クラブハウスに本当なんか、あ、なんか試合とかやってたのかな。ベンチあるもん。あれベンチですか？じゃない、なんか野球の観戦席みたいな。本当だ、階段もありますね、あれ。ね、すごい。でもこのホールすごいいいですよね、うん、見てても。レストランからも綺麗に見えましたもんね。うんうんうん。ちょっと引っかかっちゃったけど。乗ったかな？手応えどうですか？もうね、言うと危ないから聞くスタイルにします。乗ったけど、転がっちゃったかな。なるほど。とどまってくれてるとって感じですね。あ、じゃあ待望のワンパッドとバーリー、今日したいってずっと言ってたやつ両方取ってクリアです。クリアですね。ちょっと難しいですよ、あれは。もうちょい左だったらねって感じですけど、頑張りました。1、2、3、4、8歩の、でも登って下って登って下ってますよね、これ。うん、登って下ってる、ね。惜しいな。惜しかった。結構ブレーキかかった。
でもダメだダメだよ、そこ喜んじゃう お疲れ様です。お疲れ様です。マジまあまあ、もう今日ボギーの日ですね。今日ボギーばっかりですね。あー入らなかった。はい、はるちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。落ちちゃった。落ちちゃった。お疲れ様でした。今日のスコアが42です。はい。パチパチ。ナイスプレーです。ボギー多めでしたが。ドアンテです。あのパーもしっかり取って叩いてないじゃないですか。パーとボギー。惜しいボギーが多かったって感じ。うん、はい。でミッションゲームの方は14マス空きまして56ポイントでした。あと1個。1マス足らず。惜しかったですね。そうですね、まあ、今日の撮影をしてみて初めてのゴルフの一通りの撮影だったんですけど、とても楽しくラウンドさせていただきました。もうちょっとねバーディーとか撮ってかっこいい姿見せたかったんですけど、ぜひラウンドできる機会もあるので、もし興味ある方は一緒にラウンドしましょう。はい、僕もやっぱこうインスタを見ててすごいこう気になってて、美容系とかのあと旅行とかの投稿も多くて、まあゴルフがほんのちょっと、まあ最近ちょっと多いかなと思ったんですけど、だったから、あのいやまさかここまでしっかりいいショットを打つと思わなくて、もうちょっとふわふわしてるのかなと思ったんですけど、もうマジかと思って、いやもうこれはもう本当にクラちゃんのお父様が、あとはるちゃんの努力がすごいなと思って、はい、いいショット、はい、あのインスタからは全く想像ができないショットでした。確かによく言われます。いや、 やっぱりでしょ、そうでしょ、そう、なんかそんなのを僕もっとこの動画でみんな知ってもらいたいんですよ。あの実際どうなのみたいな、あの投稿だとあんま話とかもないじゃん。そうですね、そう、まあ、今回ははるちゃんを紹介できてよかったかなと思ってます。はい、まあ、この動画がいいなと思ったらまあいいなと、まあ、ここまで見てる方はいいなと思ってるんですけどね。もうぜひいいねと、はい、お願いします。もうコメントも、まあ、あのフォローも、そう、はるちゃんのことを、ね、はい、知ってもらえた方は、私のももちろん、リンゴルさんもね、そう YouTube の方ね、はい、そう毎週週替わりでゴルフ女子の子を紹介していくんで、そうですね、はい、違う子も可愛くてうまい子出てると思うので、はい、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで今回の動画は終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。